テマアナトリコンは、小アジア中部に設置されていた東ローマ帝国のテマの一つである。7世紀頃、東ローマの野戦機動軍の内オリエンス方面に展開していたオリエンス軍団が、コアジア南東部に撤収して発足したと考えられており、名称はオリエンスのギリシア語系に由来するとされる。発足時、テマとしては、最大で、かつ最も重要な位置づけとされていた。 その長官は強大な軍事力を掌握しており、歴代の長官の中には、定位をコンスタンティノープルの皇帝から剥奪するため反乱を起こしたり、さらには定位を獲得するに至ったものが現れた。このテマとその軍隊は7世紀及び10世紀のアラブビザンチン戦争で重要な役割を果たし、その後1070年代後半にセルジューク朝に征服されるまで続く比較的平和な 機関を作った。主に、キリシャ人が多かったが、ビサンツ帝国に、アラブやトルコ系民族の度重なる侵略により、徐々にトルコ系が増えていった。他にもアルメニア人やジョージア人など、多種多様の民族がこの地域には、住んでいた。手間設立の正確な日付は不明。他の初期の手間と同様に、640年代以降、東ローマ帝国の野戦機動軍が、 イスラム勢力の侵攻に直面して小アジアに撤退し、交戦を続けるための軍事や英知として設立されたと考えられている。842年頃の東ローマ帝国の小アジアのテーマ。初期に発足した大規模なテマが複数の小規模なテマに分割されている。レオ3世とその息子、コンスタンティノス5世の金型商戦。ありがとうございます。